ましたね。じゃあコークからですね。で試合の方は3回戦までがベストオブ3、それからがベストオブ5となります。はい、前原忍先行取ったってなってますね。もうちょっとこれ書き方うまいことできしてくれればいいんですけどね。先行とかね。はい、じゃあ前原選手先行の501スタート。前原選手もうまいですもんね。さあトンスタート、軽いですね。はい、朝起きて2レッグで終わったらかわいそう。本当そうですよね。頑張ってください。さあスマッシュが出ましたけど、はい、365残りですね。さあ松田選手、ああ本当映像怪しいですね。安定のキープ、ナイスキープですね。さあ少し横にずれてまとまんなくなってきましたね。さあそこをすかさず松田選手が180、いやいいですね松田選手ね。ダーツが簡単。さあ180残りですね。ここは20ラインを押し通すと思いますけどね。そしてアレンジ、いやいやいや、180、140、40残り。いや本当に軽く軽いし。さあトップダブル、さあ内に入って10ダブル、あー6に入って7ダブルね。朝から180ね、いきなり。さあここも上がり目出せず松田選手アレンジするのかな。あ、いやいやアレンジせず7ダブル一発で決めてきました。さすがです。いやいやすごいですね。さあそして、松田選手がブレイクですね。ブレイクの時 B マークですね。 B ついてますね。ま、赤丸とその中に B 入ったら B ブレイクですね。さあロースコアでスタートしましたね。さあここチャンスですね前原選手。さあスコア取ってきましたね。85点。さあ100を返してきました松田選手。ロースカースコアからスタートします。さあ125点取ってきました。ナイス、いい感じじゃないですか。ね、相変わらずね、夜角がもうバシッと立ってますよね。あ、さあ前原選手もいい感じになってきましたね。惜しいですね、95ですね。さあ296残り前原選手、横ですね。
さあトリプル絡めてもう1本19、さあ116残り。上がり目出せずですね。入ってますね。あ、入ってないですね。上がり目出せず。さあそして116、19、20、どっちからいくのか。20から5にずれてもう一本ですか。そして17トリプル。枠捉えたかったですね。さあ松田選手が上がり目がないので、これはダブルまで出したいところですか。あ、隣ですね。さあ148なので、これも19ですね。20、あ、ダブルいったんですね。60残り、148残り、決められるのか。20から18からいくんです。あ、そっか、18からいくんだ。で3投目に60で50残り。さあ、あ、アレンジがちょっとうまくいきません。あ、これはちょっとアレンジ手前で、少しですねミスが続きましたね。さあダブルには絶対の自信を持つ松田選手。さあここ1回チャンスをくれました。さあここを決めたいですね。外から、そして惜しい。さあ松田選手、さあ内、外、あ、ここも引っ張ってしまいましたね。まだ朝でね、1試合目なのでまだ感覚が。あー、ここ決めたかったですね。さあアレンジからの2ダブル、しっかり決めてきました。ファーストテイク。